皆さんこんにちは、こんばんは。現チャンネル元産経新聞社会部記者の三枝源太郎です。後半に行きます。前回の3億円事件のですね、影の共犯者というか、結局捕まらなかったゲイボーイの、痕跡を追ってですね、先生がその後取材をするわけなんですが、はい、その時のお話をまたしていただきたいと思います。はい、じゃあ、はい、朝日新聞にね、時効のね、少し前にね、朝日新聞に大きな記事が載ったんです。面白いんです。盗まれたカローラかなんかありましたね。はいはい、盗まれたカローラのからイヤリングが、半分の片方のイヤリングが見つかったんです。それで朝日新聞が追ったんです。このイヤリング、そうでしょ、カローラの持ち主は私のじゃないって言うんだ。はいはいはい、はい、そこにね、あれなんか日の香なんかで盗まれたやつでしたっけ。なんかそうね、それのそっからイヤリングが片方見つかった。誰のやと。ってことで、それで朝日新聞はものすごく追って、そしたら岐阜どこだったかな、その、1万2000個ぐらい売ってたわけです。はいはい、そのイヤリングを、それを全部追ったんです。へえ、警察みたいだよ。警察、いやいや、それがあれかよ、あの警察がよ、3億円犯人、あの3億円犯の人が全部追ったの、それを、ね、そしたら最後行きつけなかったの、ところが 何が起こってるかってことをね、ってことを考えたら、少年だとするとイヤリングするわけないじゃない、ね、それはゲイボーイさんのだった。ゲイボーイさんと痕跡がちゃんと残ってたんですね。ということは何かって言ったら、事件が起こった時、逃げた、逃げた時ね、ね、少年に近い18歳から20何歳の、ね、が逃げましたと言って報告したんです、警察。だからみんなそう思って検問したんだ。検問しますよね。ところがその時に一人で、ね、ジュラルミンなんか3つなんか、あの忙しい中できないんだから、もう待ってる男がいて、そこに行って、そこで 彼と2人でやって、そして2人で逃げたわけ。で2人で乗って恋人同士じゃん、ね、恋人同士が殺しただけ。相手は少年一人だと思うからね、捜査できないじゃない、そしてまんまと逃げたわけだ。はいはい、その痕跡としてなんとイヤリングが落ちてたわけです。なるほど、これは証拠もあったわけじゃないですか。だけどそのイヤリングから王にも、でもね、そこにイヤリングがあったとなると、八兵衛だってね、もう一回考えてさ、待てよと、ね、単独犯じゃないんじゃないかと、と思えばいいのに、やっぱりね、これはね、それは人間全てに言えることよね。自分の得意分野でね、失敗する。得意だからね、逆に八兵衛のね、自分がもう才能に溺れすぎてるから、もう解放しなかったと、ね。で、それで結果として、少年、あの男はね、なんと男のその間、あの住所録なんかで追って、自宅も調べたんです。茨城に行ったです。あ、もともとは茨城の人なんですね。茨城の生まれはね。そしたらね、いいよな、あの息子は高校息子でなって言って、いつだったかったら、3億円が起こった3年のうちに、2年のうちに、豪邸建ててた。はぁ、だから親はもう高校息子でよってみんなが言ってたから、ちゃんと家も建てて、そして本人に聞くとニューヨークへすぐ逃げた。ニューヨーク行って、で何度もニューヨーク行けて、であっちでゲーバー開いて、でこっちでもやってた、ということなんです。だからね、結局だけど、あのそういうことで、あの2人があの愛し合ってたから、まんまと、そして繰り返すけど、事件が起こってずっと同棲してたから、ね、よ死ぬまで、死ぬ前まで新宿のマンション、あのアパートに2人いたんですからね、その時に八兵衛も後から一応は追ってるんですよ。いた時ね、彼が、彼にも捕まえてるわけ、ね、そしてあの自分があれじゃないと思ったから、単独犯だから打ち切っちゃったんね。そこを責めてればね、もっと事件は解決してるんでしょう。そうですね、この3億円事件ってやっぱ本来は派手な事件ではあるけれども、本来はこれ本当に解決できた事件ですよね。そうなの。だから私がね、週刊文春でやった時も、松本清張から電話ありました。清張さんから、もう大作家の、あのね、
白バイ少年、はい、あれに間違いないと、うんうんうん、清張さんも言ってた、うん、ただしもちろんあのあれよ共犯説は言ったんじゃないよ、ようわからんけど、うん、とにかくあれに間違いないと言ってたから、うん、でももう一つねこういう事件もあったんですよ、うん、実は警察も途中から分かっていながら、うん、ね、うん、続行したと、はい、なぜかったら当時ちょうどあの佐保県事件があったあたりはね、はい、過激派が多かった、はいはいはい、過激派のね、うん、アジトも潰して、うん、それもちょうどいいじゃないかということで、うん、謀略的に、うん、ね、あの事件を犯人は分かってるのをずっとわざと、うん、あの構わず追い続けたと、うん、という説があるくらいに、うん、この事件というのは大きいわけですよ、ね、まあでも常識的に考えればですよ、立川のだから、少年係の警察官が行って、うんうん、こいつだと思って行ったらその日の夜に亡くなっちゃったと、うん、でその後捜査一課バーッとそっち、うん、調べてたら、うん、おそらく八兵衛さんが単独犯だからこいつは関係ないとは言っても、うん、八兵衛さんのグループとかその周辺の捜査員は、うん、やっぱりあいつだよなって思ってたでしょうね、そりゃそう、そうそう、だから思ってたんです、うん、かなりね、うん、だからもうでも死んじゃってるからね、うん、だけどやっぱり大きいよね、その事件がね、そうですね、うん、だからまあでもそのあれですよ、あの恋人の人はね、あのまんまと考えてみたら、うん、さっき繰り返すけどね、仲間割れしない で、 そうです、ね、ほとんどね仲間割れするんですよ事件っていうのは、うん、だからあのこれが3人だったらね、うん、あ、ダメだったですね、また揉めてるんですよ、でしょう、ね、2人だからね、だからそういうことから考えた、しかもまあゲイボーイだから、うん、一層またね一層一見結びつかないよね、うんうんうん、その人は結局その後逃げて、あの私が書いた後に、うん、書いてもう一遍小説かなんかで書いた時に、ええ、なんかの時に電話を入れたんです、私が、ええね、連絡先を聞いてて、ええ、あのいましたから、ええ、そしたら夫婦書いたわねって言って、うん、でもう時効だから、うん、怒りもしなかった、笑ってた夫婦書いたの やっぱり綺麗な人なんですか、やっぱり綺麗な人、はー、それであの先生はそれ小説書いてらっしゃいますけど、うん、はい、もしあのテレビになりました、あ、本当に、もしあの、うん、今もうまだもう売ってないんですか、もう売ってないけど、あとコピーあります、あ、そう、いやいや、あの皆さんにちょっとこれこういうの、はい、あれですよと、はい、これね、うん、これの一文ね、あまりヤバすぎてこれ、いやいや、フィクションになってるんです、はい、これ、はい、はい、あのでも実名ですよ、でも帝王の倒れる日っていう、はいはい、これ、はい、あ、これね、ここ、はい、見える、はい、これだからタイトルがね、うん、白バイと紅バラっていうタイトルです、うん、紅バラっていうのは女性、はい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 、そういう意味でね、それを暗示してるわけです ね、 ね、いやいや、白バイと紅バラっていうんで、うん、で三保健事件のね真犯人の交渉和派発達ですね、はいはいはい、ああ昭和43年12月10日、うん、これはねよく言われてるんですけどね、うん、2億9430万7500円ね、はい、これが憎しみね、憎しみなき馬頭っていうんで、これちょうどこれ見るとこれね、これ、うん、これ見るとね、憎しみなき、憎しみなきがゼロですね、憎しみなき、なき強盗っていうね、この数字は実はそう言われてる、はあ、ってことはね、まあ調べたけど一般的には保険で済んだ話だからね、あ、そうですね、うん、まああの東芝もそれでボーナスがあの未払いになることはなかったわけですね、だからまあ誰も傷つかない事件だということではあったんですけど、うんうんうん、だけどまあ傷ついた人もいるわけだけどね、もうでも一般的にはね、うん、金銭的には傷つかないで済んで、うん、しかも、ね、今3億円3億円言うけど今50億円近いんですから、じゃあその50億円近い金をね、すごい、一生安泰だったんでしょうね、一生安泰でしょう、あ、もうまだ生きてらっしゃるんじゃないの、あ、そうですかね、私より若いんだから、あ、そっか、そうです、ああそういう事件なんですね、会ってみたいですけど、そうですね、もし、うん、あの、まあ、見てないとは思いますけど、はい、もし、はい、ご覧だったら、そうそう、いや、まあ、案が分からんですよね、どっかでね、そう、あらって、もしあの近くにいらっしゃる方も、あの大下先生が探してるよと、はい、一言言っていただければと、いっぱい飲んでみたいです、はい、そうですね、もう時効ですからね、はい、完全に、ね、はい、もう民事も時効、20年で時効ですから、はいはい、もう大丈夫ですからね、うん、はい、まあ、そんなわけで、今日はですね、はい、3億円事件の真犯人について、取材をしていた大下英二先生、はい、もう僕はね、もう本当にね、
恩義がある方で、頭が上がらない方なんですけど、はい、大作家の先生で、今日は出て快諾いただきました、ね、ありがとうございました。はい、はい、でまあ、1万って言うんだったら、はい、まあ、2万、3万に、はい、またぜひ、その時にはよろしくお願いします。私いくらでも、語ることがあります。はい、ありがとうございます。はい、どうも、ありがとうございました。はい、